ベジータ、ごめんまで。サイヤ人は一匹たりとも逃がしはせんぞ。悟空さん、そんな奴ボコボコにやっちまえ。地球の人間すべてを地球人化したつもりだったが、まだ生き残っている奴がいたか。お前が地球のみんなに卵を産みつけているとき、俺はフーさんと胃袋の中に逃げる。一度植え付けた卵は叩き出すことなどできない。お前ベジータから追い出してやる。お前を追い出す、すげえパワーだ。奴に対抗するにはスーパーサイヤ人スリーしかねえ。小ざかしい。もうそれで精一杯だ。もう少し待ってやろうか。せい、何してやるぜ。カバネ、こんなワクワクする戦いは久しぶりだぜ。スーパーサイヤ人3のパワーが持たねんだ。簡単には殺さん。気の済むまで痛めてやる。最強のサイヤ人の力はそれまでか。死ぬ前に見せてやるぞ。原始的なサイヤ人と進化したツフル人のパワーの違いをな。簡単には殺さん。気の済むまで痛ぶってやる。今度は俺が相手だ。貴様に俺の相手が務まるのかな。退屈していたところだよ。より多分尽くして殺してやる。そこになら止まってか。お前に勝ち目はない。諦めろ。Yeah!
していたのか。ほら、おめえを倒すまで何度でも戻ってきてやっぞ。ほう、しぶといやつだな。しかし何度生き返ってこようが、この俺を倒すことはできない。おめえ、今度のオラ、おめえには負けねえ。さあ、どうする。俺はフルパワーになっちゃうぞ。気持ちだけは最強のサイヤ人にふさわしいと認めて。うわっ、なんだ、もう終わりか。それじゃあそろそろ本気でやろうか。そろそろお互い本気出して、決戦も決戦、超最終決戦といこうじゃねえか。お前を倒して終わりにしてやる。身分とでかく見えたが、こうして見っと手にしたことはねえな。ベビーの木が消えた。ようやく終わったぜ。ふん、お前には無理だ。見たぞ。
誰だと思ってやがる。本国奪い受けるための何も恐れはない。いいか、ナンバーワンはこの俺様だ。地球を守るのにタロットなんか及びだね。このベジータ様さえいれば十分なんだ。おいしな人は地球を守るなどとサイヤの命が聞いてあきれる。気にするな。今度こそ本当に地獄に送ってやる。この程度とは期待外れ。貴様の技は全て見切った。全て見切っただと？こいつはちょっと考えが甘いんじゃねえか。終わりだ。終わりにしてやる。やるじゃねえか。死ね、ゴトン。こっちだ。死ね、ゴトン。サイヤ人欲しかねえ。強いな、お前。スーパーサイヤ人フォーまでは読めなかったよ。なんだよ、もう終わりか。Yeah!
上げるパワーも残ってねえんだ。やっぱ強えよ。お前は18号。よ、18号じゃねえか。あんた、よくもクリリーを、クリリーを殺したね。クリリー、許さない。あんただけは許さない。まだ生きていたとはな。しぶといやつだぜ。生きていたとはよく言うね。私は死んだ。やるぞ、やるぞ。お前となら究極のサバイバルゲームを楽しめそうだ。面白い。相当腕に自信があるようだな。受けてやっぜ。なんか随分変わった木だぞ。ところでおめえはいつのマイナスエネルギーだ。お前の最初のライバル、ピッコロ大魔王が若返り、フルパワーを取り戻した時のエネルギーさ。おしまいにしようじゃないか、孫悟空。それが噂に聞いたスーパーサイヤ人4か。ああ、スーパーサイヤ人4になった俺には 6,000 度の低温でも低したダメージにはなんねえぜ。マジで行くぜ。望むところだ。さすがだな。どうやらスピードはおめえの方が上みてえだ。そのようだな。あわよ、あわは俺の方が上だぜ。なんだよ、もう終わりか。しまった、なんだと。
って倒す。ハグじっと休めよ。通信のおめえやるじゃねえか。待たせたな、カカロット。いけるぜ、ベジータ。ザコが何匹増えようと、ザコはザコだ。本当の戦いはこれからだ。面白いやつかんだ。まるで地球がビビって丸ごと開いてるみたい。俺様に勝てるかな。こんなものか。なかなかやるではないか。サイヤ人の意地を見せてやる。もういいだろう。よし、行くぞ。サイヤ人の意地を見せてやる。もういい。うわっ、やりやがるぜ。スーパーサイヤ人4でも勝てねえっちゅうんか。どうしたんだ。本当の戦いを見せてくれるのではないのかな。ベジータ、オラに代われ。カカロットよ、貴様も分かっているはずだ。何のだ。このままじゃ勝てる見込みがちっともないってことだ。ああ、俺たちやるっきゃね。フュージョンするぞ、カカロット。すごい、お父さんとベジータさんがフュージョンしちゃうんだ。ねえねえ、ブランクス、フュージョンって何。フュージョンか。そうか、その手があったな。でもない。俺は貴様を倒す者だ。
嘘、おじいちゃんとトランクスの束が合体しちゃった。やるじゃねえか、不年生だ。当然よ、なんたって孫君とベジータがくっついちゃったんだもん。いいぞ、やれやれ、もっとやっちゃえ、いけいけ。貢献しやがって。おりゃ、俺は絶対に負けん。こら、終わりにしようぜ、イリシンド。俺はここだぜ。これで網の絵を送ってやる。とどめはわしが教えた元気玉じゃろう。これっぽっちじゃダメなんだ。え？これっぽっちじゃとてもやつを倒せねえんだけど、地球の分はもう全部もらっちまった。だから今度は宇宙中から元気集めんだ。宇宙中の元気じゃと？すごいこと考えるな。頼む、海王様、オラの声を宇宙中へ流してくれ。よーし、任しとけ。おーい、東に南の海王たち、そういう間にやるのが力を貸してくれ。これぞ究極の弱流のパワーだ。
待て、やめろ。大したことねえな。